までに知っておきたい10のこと、エピソード6、6回目はやっててよかったおっぱいマッサージというお話をしたいと思います。私もう妊娠する前からかな、もしいつか子供ができたらもう絶対母乳をあげたいって思ってて、妊娠中ももちろんその思いがどんどん強くなって、こういろんなことを勉強していくにつれて、いかに母乳が赤ちゃんにとって大事なものかっていうことも知って、だからおっぱい絶対あげようとか、何歳になっても欲しがるうちをあげようとか、なんかそういう母乳育児に対してすごいこう夢と希望だけがすっごい膨らんでたんですよ。当然出るものだと思って、いよいよ出産も近づいてきた時にひょんなことからおっぱいが出やすくなるようにケアをした方がいいみたいなことをどっかで聞いて、で母乳のことおっぱいに長けてる助産師さんがいるからっていうので予約をしたんですよ。まあ、変な話、母乳なんて子供が生まれたら勝手に出てくるって思ってたんです。だから妊娠中に特に知ることとかないんじゃないかなって思ってて、でこの助産師さんのところに行って母乳育児をしたいんですけどってまっさらって相談をしたら、すごくあの愛のある優しい助産師さんだけど、もう結構毒舌で、あんたねこんなおっぱいで母乳育児しようなんて思ってんの言われて、こんなおっぱいと思って正直ショックで、なんか赤ちゃんが生まれたら母乳なんで勝手に出てくるだろうって思ってる私みたいな人も結構多いみたいで、そういう人に限ってあの赤ちゃんが生まれてから母乳が出ないって焦ったりとかするらしくって、昔の人は本当にこれも毎回同じ話なんだけど、もうそれこそ何もしなくても子供が生まれたらおっぱいが出てたらしいんですよ。でもやっぱりそれも現代の人はそうもいかなくって、まあそこもそうだし、おっぱいもそうだし、体の全ての部位が硬くなってるからおっぱいマッサージがとても大事だっていうことをそこで教わったわけですよ。まあ初っ端から、あんたこんなおっぱいね、母乳育児なんてって言われるぐらい、やっぱもうカチンコチンで、妊娠中でもおっぱいがすごく張ってたっていうのもあるんだけど、もう本当に痛い。でもこれを今やっとかないと後でもっと大変な思いするからって言われて、もし子供が生まれたら母乳で育てたいって思っていて、かつ私みたいに生まれたら勝手に母乳出てくるだろうって思ってる人がいたら教えてあげてください。出るかもしれないけど出ないかもしれないから、妊娠中に母乳のことに長けてる助産師さんとか病院の先生とかに見てもらったりマッサージしてもらったりして、赤ちゃんが生まれた瞬間から母乳をあげられるように備えておくといいかもしれません。というわけで、産む前に知っておきたい10のこと、第6回目は母乳育児を考えている方にはぜひ知っておいていただきたいおっぱいマッサージについてでした。では次回もお楽しみに。